ここを抜けりゃ五番魔鉱炉だ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番魔鉱炉の柱だ。道順はプラン E の次は F、G、H ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔鉱炉の近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。うん、うん、ビックス早えな。なんか新しいの入ってるかな。眠気覚まし、あ、入ってる。ちょっとアイテム整理といこう。よし、全員アーマーをレザーガードにして、でレザーガードマテリアスロット2個あるから、もうつけれるだけつけて、もう空きスロットがむしろ残っている状態だ。まあまあまあ、見破る、まあとりあえずつけとくか。こんなところかな。よし、どうしてもその戦闘時に3人均等にマテリアを使うっていうのはなかなか難しいんだよな。気配りしておかないと、もう常にクラウドで剣振ってるだけになっちゃう。下が丸見えじゃねえか。黙って進め。下見なければ平気だよ。案外ずぶてえなお前ら。わわわわわ、落ちたらスラムに帰れる。扉の先が G か。二人早いよ。全体像がまだ見えない。シンラボックス。こっちは何？あ、アイテムだ。ポーション。なんだこれは。こっち何もない。これはね、もう引けと言っている。ライトのスイッチか。ああ、ライト、ライトのスイッチか。切らなくていい？絶対後でここ来るよ。これで開くかな。ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。制御室。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。生きてるか。動くかな。制御室、なんともまあお粗末な安心と信頼とか。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね、四番街の人たち。魔鉱炉をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。
戻るぞ。はい、さっきのやつ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな、点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだね。あった、こうして見ると大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってるね。これ相当眩しいんじゃない？ということはこれ切ったら下が真っ暗になる。てかそういうものをこんな簡単に切れちゃっていいのか。非常用電力の供給を確認。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとうクラウド。そんな暗くもなってない。まだ夕方だからか。これで G までは達成だな。うん、あとは魔鋼炉を目印に。この眉、やつらの巣穴へようこそって感じか。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザはよ。絶対整備しとらん。いや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 、これね、メトロの世界で見るやつだよこれ。早速歓迎してくれるってよ。気を抜くな。勝て。あ、なんだろう、毒の状態以上の他に HP ゲージの溜まる速度が遅くなるやつあるな。スローか。え、クラウドいろいろマシマシで食らってんな。ポイゾナ。で、バレットがポイゾナを使うイメージが全くない。これだ。よし。この区画はどうなってるんだ。こっちか。おお。ここは渡れないな。進める方へ行くしかないね。建設途中じゃねえかここ。ちゃんと作れ。G03。故障中？こっちも電力不足だし。ちょうどいいじゃねえか。侵入し放題ってことだろう。ラッキー。絶対動くよね。わかってるからな。こういうのは絶対動くんだよ。ちっ、くせえガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスのとこ、モンスターが集まってる。トンネルの中と一緒だ。死んだと魔鋼のせいってな。有害物質を手に入れたけど、宝箱からそんなもん出す。ああ、そういえば手榴弾とか全く使ってないな。ダメージ200って実は結構強い。セクション G。 アイテムは神羅ボックス。できれば神羅ボックスを開けると MP 回復するもの満載だとありがたいんだけどな。G の08。 ああまたここ渡んのか。こっち何もなかったもんね。あ、いや、マテリアがある。いやー、あっ、死ぬぞ。大丈夫？あマテリアに聞い取られてたろ。はい。
すぐそこなのに。バレット取ってきて。さっきの通路もダメか。ま、どっかは繋がっ。何だろう。地道に探すしかないね。あのマテリアの入手経路もな。あれは欲しいんだよな。どっかきっと繋がってるかな。この仮想部分で繋がってるといいけど、もしくは上層部に行かないとダメかな。眉作ってるし、眉活動をやめろ。あ、で、手榴弾を試してみたい。ほい、受け取れって。おお。これもうボス戦で手榴弾投げまくるか。有効魔法が分かんなければね、手榴弾使えばよさそう。あ、そっちは任せ。私に任せて。いろいろ増えたね。終わり。あー、使った。や、当たる。よし、畳みかける。散らす。ここだ。 OK、 バレットレベルアップ。こういう場所はな、迷うわけねえって信じるのが大事だ。それ、絵本のセリフだよね。おう、マリが気に入ってるよ。真似してやると喜ぶんだ。人生は終わりのない迷路だぜ。私も覚えちゃった。ん？進めん。え？神羅建設。これだけ？あ、そっか、区画を移動したから今 G05 だから上登るか。フェニックスの尾、向こうに来て H07。マテリアがあるところは H07。 ねえ、もう一度確認しない？今どの辺だこれや。私たちの目指す魔航路は H の先。ああ、でもここまでは H に繋がってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他に繋がってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。うん、悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。方向音痴なんだよ。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。やばいもんは全部スラムに垂れ流しよう。マップがないと秒で迷うわ。あんたの出番はない。そりゃありがてえな。叩き切る。連携しよう。よし、やっちゃおう。当てる。よし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 、かかとを。気をつけてね。おう、任しとけ。ここ、どうよ。バレットが手榴弾を使ってるイメージはあるな。よし、終わったな。続々と溜まっていくモーグリメダル、なんか説明あったかな。集めるといいことがありそうです。ん、何だったかな。オリジナルにもあったか覚えてないや。
あそこ H04。 あれ、あそこマテリアあったとこだったよな。下降りれる。よし、あ、見て、あのパイプの上登れるかも。伝っていけそうだな。まあ、目的地より H04 のことしか頭にね。怖くねえ、怖くねえよ、怖くねえ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 、怖え。なんかすげえファンの音が。おじけづいたか。誰が、てめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。じゃあクラウドは細いけどでけえ剣あるから。全然よくない。よそ見ダメだから。おう、汚そう。このファン急に回ったりしたらやべえよ、死んじゃうよ。あのファンの中、なんだろう。あれは、あ、バカ野郎、よそ見しちまったじゃねえか。欲しい。2秒だ2秒。これ最初に見かけたマテリアも最初の方の地点まで戻らないと取りに行けませんとかだったら面倒だな。もう目の前が H、 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト、うん、確かそう言ってた。はしごあった。あれ待てよ、こっちのマテリアを先に取れそうだ。間違いねえ、こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよ。 H1 の番号が目印。あ、こっから一番近いライトっつうとあれだな。ああ、なるほど。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。神羅に照らされる未来なんだ。お先真っ暗に決まってる。まずはライトを消さないとだね。こっちもとにかくライトか。そっか、スラムを照らしてるライトは一つじゃないのか。とりあえず休憩。じゃあライトのとこに行って片っ端から消していかんと。オッケー。全体像見た感じまだまだ広そうだもんな、この辺り。こっちも進める。多分このリフトも電力不足だよな。ライトを消すのが先だな、はい、待てよ、
電力供給が出されたらこの辺のタレットが元気になる可能性ないか。何の音？